演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら3種類のバランスタワービスケットというお菓子、健康食品を食べたいと思います。お菓子じゃないよな、バランスパワーってバランスのこと。これ確か前に棒タイプのやつとかクリスプとかあります食べたんですよね。あれクリスプはそうだったの。まあいいや、とりあえずそれの一つが大きいバージョンなのかな。では代表としてこの、まずはこの北海道バター。大きいけどそんな大きいってことでもないよ。どっちなんだよ。はい、こんな感じです。やっぱりこの見た目どうかって感じで、それそんな大きくもないような、なんか言うんでしょうね。まあ食べてみればわかります。それではいただきます。うまっ、いきなりすごいのが来たな。これは一発目から予想外の食らっちゃった感じだね。これもほんと黒いですね。チョコレート風味だったな。香りはそこまで強烈ではないですが、ではいただきます。チョコ味は、どうなんだろう。これなんて言ったらいいのか。これはこれもそこまで香りはしないです。上のザクザクが美味しそうですよ。ではいただきます。まず最初に食べた北海道バターはサクサクとした食感の後に芳香な香りのバターが口の中にふわっと広がってきましたね。見た目パサパサしてそうですけど、そこまでパサパサもしてなくて、バターの香りが楽しめてとっても美味しかったです。シンプルな味が好きな方にはおすすめですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。そして残るこのアーモンドとブラックカカオなんですけど、これちょっと上の方にクランチがあるんですけど、そこまでザクザク食感はなかったんですよね。なんかせっかくかかってるのにちょっとそんな感はないっていうのが残念でした。で、カカオの方もチョコレートの味はしっかり感じられたのですが、ちょっと物足りなさもあるようなイメージで、アーモンドももうちょっと香ばしかったかもしれないですね。ちょっと無難な方に行き過ぎているというか、これだと最初のバターの香りの方が勝負してるよっていうような印象になってしまうので、まあ、今シンプルが一番好きなの美味しいのかもしれないんですが、せっかく味がついてるのにその味を生かしきれてないというような印象がどうしても拭いされないので、これはこちら2つともこちらの点数とさせていただきます。フレーバーがついてればいいものでもないのかな。こういうのは難しい話ですね。おぼろ月、心ゆくかなあの人と、大切な人と一緒におぼろ月を見たい、そんな思いなんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しい。演舞開演。